秋葉原クロスフィールドは東京都千代田区外神田に所在する複合施設である。旧歌所は秋葉原 IT センター、秋葉原プロジェクトとも言う。第14代東京都知事石原慎太郎による東京構想2000の秋葉原を IT 産業の世界的拠点にするというガイドラインに基づき秋葉原地区開発計画で再開発された区域内に建設された施設である。 2001年12月、東京都は、徒歩有地となっていた秋葉原駅電機街口周辺の、秋葉原1街区及び3街区の15,728平方メートルを、事業計画と買収金額で、総合的に審査する、いわゆる事業コンペ方式で公募を行った。その結果、2002年2月に、NTT 都市開発、大ビル、鹿島建設の共同計画案が採用された。 オフィス、飲食店、商業施設のほか、山岳連携機能、情報ネットワーク機能、ショールームコンベンションホール、各種イベントホールなどからなり、2005年3月に秋葉原大ビルが竣工。2006年1月に秋葉原オークスが竣工し、同年3月9日にグランドオープンした。2007年3月に秋葉原大ビル駐車場が、 第3回日本ベストパーキング賞優秀賞を受賞。また、JR 秋葉原駅西口交通広場と秋葉原、オークスを連絡する歩行者デッキ、秋葉ブリッジが2006年度グッドデザイン賞を、秋葉原オークスも2007年度グッドデザイン賞を、秋葉原オークスウッドデッキも2014年度、グッドデザイン賞をそれぞれ受賞している。超高層マンションの東京タイムズタワー及び、 東京消防庁神田消防署は、秋葉原クロスフィールドには含まれないが、秋葉原地区開発の一部として建設された。秋葉原クロスフィールドのビル管理、清掃、テナント誘致、イベントの企画、運営、障害などを行う、株式会社クロスフィールドマネジメントが、NTT 都市開発、大ビル、鹿島建設の3社によって設立されたが、 2011年3月31日に解散を決議し、同年9月26日に生産決議をしている。ありがとうございます。